西岡秀子君。委員長。はい、西岡君。国民民主党西岡秀子でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。ただいま起草のありました動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。まず提出者である小宮山康子議員に以下4問質問させていただきます。まず特定動物について質問させていただきます。動物愛護法では専門的な知識を持つ者以外飼育することが大変難しく、政令で定められているものを特定動物と定義をいたしております。現在650種が指定をされております。特定動物を飼育または保管する場合は当該施設を管轄する知事等の許可を受けなければならないとされております。近年個人が無許可で特定動物を飼育する事例が大変多く見られ、そのことによる事故も多く起きております。また近年自然災害が多発しており、災害時に逃げ出した場合に大変その把握をすることが難しく危険を伴うということが大変懸念をされております。今回の改正において特定動物の愛玩飼育、つまりペットとして飼育することが禁止をされたという理解で間違いがないかということについてご確認をいたします。はい、小宮山君。西岡議員にお答えいたします。愛玩目的の飼育は禁止という理解、その通りでございます。現行法では特定動物の使用の目的については特段の規制は設けられておりません。しかしながら愛玩目的で使用されていた特定動物により死傷事故の事例があること、災害発生時には特定動物の逃亡の恐れがあることおよび同行避難が極めて困難であるということが問題になっており、議員連盟でも特定動物の使用について議論をいたしました。その結果今回の法改正により動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的に限って特定動物の使用の許可を与えることとしており、法改正の施行後は特定動物の愛玩目的での使用はできなくなるものでございます。はい、西岡君。ありがとうございます。それでは引き続きまして犬猫等の取引 引き取り等についてお尋ねをいたします。平成24年の改正時に委員会決議におきまして引き取り数の減少が殺処分の減少に寄与するということを鑑み、引き取り要件を厳格化するということを目指すということが明記をされました。引き取りにつきましては平成29年度には犬猫を合わせて10万1000頭となっております。ともに犬猫ともに官民の努力により減少しておりますけれども、依然として猫の引き取り数が多いという現状がございます。今回の改正によって第35条第3項には周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていない場合に引き取りを拒否できることと記されております。ここでいう生活環境が損なわれている事態ということを定義をすることは大変難しいというふうに承知をいたしておりますけれども、例えば庭に何度か猫から糞をされたですとか、何度かゴミを荒らされたなど、このような猫による被害があるからといってその都度引き取ってもらうということがもし起こると再現がなくなってしまうという事態が起こってまいります。また官民で取り組んでおります地域猫の活動の有効性からも大変この要件の厳格化が必要ではないかと考えます。今回の改正で駆除目的の取引はなくなるという理解でいいのかどうか小宮山議員にお尋ねをいたします。はい、小宮山君。今回の法改正における委員ご指摘の第35条第3項の改正の趣旨は地域において適切な方法によって避妊・去勢した猫を管理する地域猫活動が行われている場合などには動物の愛護と周辺の生活環境の保全のバランスが取れているため都道府県等が引き取らなくてもよいとすることにあります。
取引を拒否するか否かは個別のケースに応じ都道府県等で判断することとなりますが、今述べた趣旨を踏まえれば提出者としてはできるだけ地域における適切な管理を促す等の方法により動物の愛護と周辺の生活環境の保全のバランスを取ることが望ましいと考えております。また所有者が判明しない場合についての規定でもありますがありまして、所有者がいると推測される場合については都道府県等は第35条4項これ今までもございますが所有者を確認し返還するよう努めることとされております。はい、西岡君。小宮山委員議員、これは通告をいたしておりませんけれども、複数の自治体においてはその所有者が不明の猫の取引について要件を3つ指定をしているという都道府県もございます。1つとして負傷している猫、 2として遺棄されたことが明確な場合、また3、大変幼齢で母親がいない子猫に限って運用しているということを聞いておりますけれども、このように所有者不明の引き取りについて要件を限定するということについて小宮山委員としてどのようなお考えがございますでしょうか。はい、小宮山君。お答えいたします。要件を限定してでもやはり所有者が判明をしている場合とどうかというのはありますが、所有者が不明の場合におきましてもやはりこの場合に関しては法としては所有者がいない場合というのでも、引き取りをしないことは望ましいことと思っております。はい、西岡君。ありがとうございます。引き続きまして先ほど堀越委員からも質問がありましたけれども、第40条第3項に動物を殺処分する場合の方法についてはついて必要な事項を定めるにあたってはできる限りその動物に苦痛を与えない方法についての国際的な動向に十分配慮しなければならないと記載されております。近年地方自治体における殺処分の方法は先ほどもございました二酸化炭素と麻酔薬の注射の両方が用いられております。特にこの二酸化炭素については苦痛を与えない方法としては適当ではないのではないかというご意見も多数あると承知をいたしております。現在殺処分の現場で使われておるこの方法について他国の事例と比べて国際的な動向に沿うものと認識をされるかどうか、このことについて見解をお尋ねいたします。はい、小宮山君。お答えいたします。動物を安楽死させなければならない場合における安楽死の方法は現行法上動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないこととされ、環境大臣には動物に苦痛を与えない方法に関し必要な事項を定めることが求められております。今回環境大臣がこの方法を定めるにあたっては国際的動向に十分配慮するよう改正を行うものでございます。例えば世界動物保護協会が公表している犬猫の安楽死のための方法では、犬猫の安楽死のために用いられている手段は推奨、許容、条件付き許容、許容できないの4つに分類されており、二酸化炭素による安楽死は許容できない方法に位置づけられております。またアメリカ獣医師会委員会の報告書においては炭酸ガスについては麻酔作用のある吸入薬として犬猫に対しては条件付きで容認される方法として紹介されております。環境大臣は動物を安楽死させなければならない場合における安楽死の方法に関し必要な事項を定めるにあたってはこのように海外におけるさまざまな動向を調査し参考にしながら取り組みを進めていただく必要があるということであります。ですので今回も、国際的動向に十分配慮する改正となっております。委員長。はい、西岡君。はい、ありがとうございます。それでは引き続きまして動物福祉についてお尋ねをいたします。小宮山議員は動物愛護法についても大変熱心に取り組まれておりますし、動物福祉についても大変造詣が深いと認識をいたしております。国際的な動物福祉の基本原則である5つの自由という
5つの自由ということは、1960年代に A 国において家畜の劣悪な飼育環境を改善させるために提唱されたものです。現在では家畜のみならず、あらゆる人間の飼育下にある動物の福祉というものが基本となっております。諸外国においては動物福祉に基づいて、この5つの自由の理念に基づいて様々な法整備施策が行われております。平成24年の改正によって、この5つの自由の趣旨が基本原則に明記されたものとされているものの、実際は恐怖、抑圧からの自由、また本来の行動が取れる自由は盛り込まれておらず、法律に盛り込むべきとの指摘があります。この動物福祉について、動物の使用のあり方や政策分野において今後我が国としてどのように取り組んでいくか、その方向性について小宮山議員にお尋ねをいたします。はい、小宮山君。国際的な動物福祉は委員ご指摘のように基本原則として定着しております。5つの自由は平成24年の法改正により基本原則にすでに反映はされております。この動物福祉の理念をより一層推し進めるため、今回の法改正では動物の所有者の責務を明確化するとともに、動物取扱業者が遵守するべき飼養飼育の管理、飼養施設の構造等に関する基準の明確化と規制の強化、不適正飼料に対する知事による指導の拡充等の適正使用のための規制の強化等を行うこととしております。今後も動物福祉の考え方をよく踏まえ、人と動物の共生する社会の実現に向けて引き続き取り組んでいきたいと思っておりますが、まだまだ委員ご指摘のとおり、今後改正におきましても、すべての、動物福祉やまた、動物の命を守ることも含めて、満足のいくところというのはまだ達していないのは事実はございますが、今回の法改正で一歩でも動物の福祉に近づくこと、そして必要であればやはりまた新たな法を施行することも検討していきたいと思っております。どうぞ委員におきましても引き続き動物愛護、そして動物福祉にご尽力いただきますことをお願いいたします。はい、西岡君。小宮山議員ありがとうございます。今後ともこの動物福祉というこの理念に基づいて動物愛護の政策についてともに進めてまいりたいと思います。以上で小宮山議員への質問を以上とさせていただきます。時間があと残り少なくなっておりますので、あと1問質問をさせていただきます。近年動物虐待については凶悪化、またインターネットを使った虐待の動画配信など大変深刻な状況がございます。動物虐待と凶悪な暴力事件との関連性も指摘をされており、動物虐待防止は国民生活の安心安全にもつながる重要な問題です。虐待がエスカレートする前に早急に対応することが求められております。そのためには警察などの関連機関や民間団体との連携が極めて重要だと考えております。またそもそも虐待を防止していくためには虐待の定義を明確にする必要があるという、このことも大変重要な視点ではないかと考えております。今後このような虐待防止についてどのような取り組みをされていくのか、この今回の法改正で獣医師による通報が義務化をされたということは、大変実効性がの面からも大変この通報というものが多くできるような体制になったのではないかと理解をいたしておりますけれども、今後の取り組みについてお尋ねをいたします。はい、正田局長。お答えいたします。まず関係機関等との連携でございますが、本改正法案におきましては地方公共団体の部局が連携を強化すべき関係機関といたしまして、これまでの都道府県警察に加えまして民間団体についても規定されているところでございまして、国は必要な情報提供や技術的な助言を行うこととされてございます。環境省といたしましては本改正法案の趣旨が広く理解され実効性を伴う施策に反映されますよう、各機関団体間の連携のあり方につきまして必要な助言等を行っていきたいと考えてございます。また普及啓発等の観点でございますが、本改正法案におきましては愛護動物に対する虐待につきまして、みだりにその身体に外傷が生じる恐れのある暴行を加え
またはその恐れのある行為をさせること、使用密度が著しく適性を欠いた状態で使用保管することなど、例示の追加により、さらなる具体化が図られているものと承知でございます。環境省におきましては、動物虐待の防止のための普及啓発につきましては、これまでも警察庁との連名によるポスターを全国の自治体等に通算で10万部以上配布してきたところでございます。さらに自治体へも動物虐待に関する知識及び技術の習得を目的といたしました職員向け研修会の開催や指導等の業務の参考となります動物虐待等の事例を収集した報告書の作成公表等を行っているところでございます。環境省といたしましては今回の改正の趣旨について周知を図るなど虐待への防止に向けた取り組みが適切に進められるよう引き続き地方自治体との連携を図ってまいりたいと考えております。はい、西岡君。今後とも人と動物の共生する社会の具体像というものをしっかりと示してこの動物愛護この法改正を契機に一層進めて行くことを心から共に私も取り組んでいくことをお誓い申し上げまして質問といたします。ありがとうございました。